皆さんこんにちは。この町からお送りします。だいぶ涼しくなってすっかり秋めいてきましたよね。今回はここハット神戸にあります兵庫県立美術館で芸術の秋を満喫していきたいと思います。行ってきます。みきちゃんが芸術の秋を楽しもうとやってきた兵庫県立美術館は、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災から文化の復興のシンボルとして平成14年4月に誕生した美術館です。設計は日本を代表する建築家安藤忠雄氏が手掛けたそうですよ。現在こちらの美術館では騙し絵の展示がされていて、連日多くの方でにぎわっているんですが、いやーそうですね、こう年代順に展示されていて、近代になればなるほどトリックが巧妙になってるんですよね。もうね、近づかないと、これ何がどういう風になってんのみたいな、ちょっとわからないぐらいなんですよね。で本当にね、早見さんおっしゃってたように、見るのにめちゃめちゃ時間かかりますね、これは。でも本当に面白いです。さて、騙し絵展の鑑賞を終えたみきちゃんが次に向かったのは館内にあるミュージアムショップです。ここにはオリジナルのポストカードやステーショナリーといったもののほか、美術関係の書籍など幅広い商品が揃っています。美術鑑賞の後にはぜひ立ち寄ってみてください。ちなみに美術館の南側には腰を下ろして神戸の海を見渡せる大きな階段があります。ここに座って心地よい潮風に吹かれながら持ってきた本を読んだりしたら、あらら、芸術の秋だけじゃなく読書の秋も満喫できちゃいますね。港町神戸の市街地を一望することができるんですよね。で特に夜の夜景がね、すっごい綺麗なんでおすすめです。